エスタスはイーズ・アストリアムが製造するロケットエンジンである。名称はラテン語で炎を意味する。エスタスはアリアン5の第二弾 EPS 用としてフランス国立宇宙センターとの契約のもと1988年から1995年にかけて開発された。1997年に打ち上げられた2号機で初めて飛翔しアリアン 5G として運用された。 その後、2000年から2002年にかけて、混合比を変更する改良が行われ、2004年以降アリアン 5G 及びアリアン 5GS に用いられた。また、2003年から2006年まで、欧州補給機打ち上げの事前試験として、複数回の軌道上再着火能力の検証が行われ、ATV1 号機ジュールベルヌの打ち上げにおいて実証された。ヘリウムガスによって加圧される。 圧送式サイクルを採用した劇式、ロケットエンジンであり、燃料としてモノメチルヒドラジン、酸化剤として1酸化窒素を添加した4酸化に窒素を採用している。インジェクタにはステンレスおよびインコネルが用いられ、132個のエレメントを持つ。燃焼器はステンレス製のライナとニッケル製の外角で構成され、MMH による再生冷却を採用している。 ノズルはコバルト合金であるファインズ25世で副射冷却を採用している。ありがとうございます。